皆さんごきげんよう。ナイスク新刊紹介の時間です。司会は私、最近麺類に七味唐辛子をいられるようになって大人になったなと思ったつぶたです。よろしくお願いします。今回は6月に出されました笠倉出版社のお仕事が早くなる大人の算数を紹介いたします。ではこの本を担当された小沢さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では早速ですが、はい、この本はどういう経緯で、どんな人に向けて出された本なんでしょうか。はい、この本はですね、大人の算数ってなんか聞き覚えある方いらっしゃると思うんですが、結構こう脳トレみたいな感じで、最近ここ数年でたくさん出版されているようなジャンルなんですね。で、それを、こういう例えば飲み会の会場を選ぶとか、なんだなんだ、じゃん、目標を立ててテレアポをするとか、こういうお仕事とにくっつけて考えてみようっていうような本です。確かにリンゴとみかんがみたいな文章題よりもだいぶ身近というか、自分に近づけて取り組むことができそうですね。それではこの本を作られていて苦労したところってありますか？苦労したところがですね、この本は例えばこの飲み会の会計をするとかだと、こう登場人物のですね、会話でお話が進んでいきます。で、会話が一通り終わったら、じゃあこれってこういう問題ですよね、こういう考え方するといいですよねっていう図が入るんですね。で、まあできてみればこの図結構分かりやすくできたなって思うんですけど、作ってる時はこの図を見て本当に読者が解けるんだろうかとか、そのあたりをですね、簡単にするのがちょっと苦労しました。努力の甲斐あって。そう、全然これね、細かくて分かりづらいと思うんですけど、読んでみれば。買ってください。うん、本で読んでみれば分かります。はい。さあ、そういう感じで、じゃあ、小沢さんが頑張って分かりやすくしてくださったこちらの本なんですけれども、では最後に、次も動画をご覧の皆様に出題していただけるということで。はい、おすすめの問題が1問。はい。これも算数でできるのっていうような問題なんですけど、はい、題材はですね、はい、じゃああなたがお仕事で展示会を開くことになりました。で、どんな大きさの会場を予約すればいいのかなっていうような問題です。はい、参加者80人の展示会を主催するとき、参加者がゆったりと入れる会場はどのぐらいの大きさが必要でしょうか。全然わからない、難しいです。小沢さん、ヒントください。諦めるのが早い。ヒントなんですけど、参加者80人がですね、部屋にいっぱいこうゆったりと入るためには、考え方のヒントで、はい、1人当たりどのぐらいの面積が会場の中で必要なのかなって、一人当たりの面積かける人数で出せますよね。確かに、落ち着いて考えればそうですね。で、じゃあ一人当たりの面積ってどうやって求めるのかなっていうことなんですけど、手をですね、これ狭いんですけど、両手を横に広げて、でこうぐるっと回ってください。ぐるっと。その時にできた円が一人の必要な面積なんです。はい、はい、じゃあこれでヒントを考えてみましょう。はい、気になる方はぜひ考えてみましょう。はい、そしてそんな面白い問題がたくさんのこちらの笠倉出版社に出されました、お仕事が早くなる大人の算数は全国の書店およびアマゾンにてお買い求めいただけます。ぜひ買って読んで、問題を解いてお仕事早くなっちゃってください。以上でナイスク新刊紹介終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。